末永直人は、鹿児島県出身の全日本プロドリフト選手権、ドライバー。血液型は、O 型。同じく D1 ドライバーの末永正夫はじて、勤務する福島県日本松市のエビスサーキットで企画、広報、ドリフトスクールの講師及びドリフトタクシーのドライバーを、務めている。小学校入学前から、ポケットバイクに乗り始める。 その後二輪のレースを20歳ほどまで続けるが、競技への疑問から活動を休止する。鹿児島県立竹岡大高等学校及び、鹿児島大学を卒業。大学でドリフトと出会う。鹿児島大学在学中は、自動車部に所属。D1 にデビューしたのは弟、正夫と同じ2002年。参戦当初から活躍した弟と違い、資金繰り等で苦しんだことと重なり、 成績が伴わず、D1 ライセンスの剥奪も経験した。2005年に D1 グランプリ参戦後初のポイントを獲得。2006年には、大学卒業後から勤務していた、機械系の会社を退職し、熊、久保信茂が、支配人のエビスサーキットへ転職。以来企画、広報を担当している。第1戦、アーウィンデールでは、石 R33 スカイラインで参戦。 その後は、チームオレンジ加入と共にマシンを GC8 に変更した。2008年は、D1GP では、予選通過2度のみと振るわなかったが、並行して参戦していた D1 ストリートリーガルでは、シリーズ7戦のうち、第1戦エビスサーキット、第2戦鈴鹿サーキット、第4戦エビスサーキット、第6戦、セキアヒルズ DC サーキット、 第7戦つくばサーキットの5戦で優勝しシリーズチャンピオンとなった。2009年は前年まで熊久保が乗っていたランサーエボリューション9に乗り換え参戦。2012年はランサーエボリューション X に乗り換え第4戦のエビスサーキットで見事 D1GP 初優勝を果たした。2013年からは S15 シルビアで D1 に参戦している。 2013年シーズンは最終戦までチャンピオン争いを演じたが2位に終わった。翌2014年以降もコンスタントに成績を残し、毎年シリーズ10位以内でシーズンを終えている。タイヤは2016年までは横浜、2017年はワンリー、2018年はゼステのお仕様。2019年からはリンロンを履き、同時にカラーリングも、 今までのオレンジから白を基調としたものに変更された。2017年より、熊久保と共に全日本ダートトライアルにも並行して参戦を開始した。マシンは86を使う。2019年には D1GP と並行して、フォーミュラドリフトジャパンシリーズ2チーム、風間ウィズ・パワー・ビークルズから参戦。2021年にも同チームから参戦した。 チームズドライバーズ D1 オフィシャルウェブサイト2021年4月21日閲覧日本末スリル満点ドリフトタクシー運行開始エビスサーキット福島民友新聞2017年5月10日ヒューマントーク日本に世界に届けドリフトパワー園芸2021年4月21日閲覧竹岡大高校同窓会さん公開活躍中の 同窓生2019年4月29日閲覧、チームオレンジ、末永直人の鹿児島から、ドリフトの聖地へ2007年7月31日2019年4月29日、閲覧。ありがとうございます。